記念のイベントの、後半に入ります。ちなみにこの記念イベントは、東村温泉の開湯130周年、神山温泉は10年間遅れて120周年の開湯記念で、筑波市の合併して20周年、この神山村温泉の、西公園に、薬師堂がありまして、その薬師堂の100年の周年になります。こんにちは、はい、あ、どうもです。ご紹介お願いします。はい、この東京神山温泉の旅館組合の平です。よろしくお願いします。今日は旅館組合のイベントなんですね。そうですね、この東京神山温泉はもう東京温泉は130周年、神山温泉は開湯120周年の貴重なイベントです。なるほど、今ここに100年ありますけども、はい、それからもうそれから30年も20年も経っちゃった。はい、こっちはこれは戸倉の方ですかね。これはおそらく亀山の方ですよね。ですから20年前ですね、これ。なるほど、はい、平成15年って書いてありますからね。はい、分かりました。今日、まあ、イベントやるにあたっていろいろ苦労されたんでしょうか。まあメインはこの記念イベント実はじゃなくて、繁華街で二通りに赤い提灯の130個ぐらい並べて、で、まあ、繁華街はで射的屋さんがあったりして、さらに明るくするために、 それがこの、記念としては、一番の大きい目玉ですけど、それを、おとといぐらい設置しまして、それを、記念としては今日のいろんな市長さんの挨拶とかありましたので、これからはその本格的なイルミネーションを皆さんに楽しんでいただきたいと思います。夜の部ですね。夜の部ですね。ディープな神山の。なるほど。ぜひ、まあ、昼間はこうやってもう家族連れやなんかもこうたくさんいらっしゃっていて、なかなかいい感じですよね。そうですね、これから3時過ぎたからチェックインのお客さんもこれから、太鼓とか真由さんのコンサートは聞きに来れると思いますので、ぜひ。夜の部は、はい、夜の部は一応その提灯自体は、まあ、今日みたいな風の時はどれだけ持つのかちょっと不安なんですが、一応まあ8月の7日の花火の日までは、続けて点灯したいと思います。でとりあえずの5月までは、それを、お越しになるお客様が写真を撮ってハッシュタグ所亀山温泉開湯記念でインスタにアップすれば、はい、そこからまた抽選でまた宿泊券に当たりますので、カメラ好きにもちょっとですから、ぜひこう浴衣の姿でその赤い提灯をバックして、インスタ映えの写真を皆さんに期待してます。今後の予定はどうでしょうか。そうですね、その、まあ、点灯は8月7日まで続くんで、そのインスタを通じた写真の今度の抽選は一応5月まで続きますので、ちょっとしたコンテストみたいな感じなんですね。そうですね、我々がその中で一番綺麗な写真を選んだりします。なるほど、はい、まあ、超楽しみということで、はい、ぜひ皆さんたくさん、足を運んでいただければいいですね。ディープな亀山をぜひ楽しんでいただきたいと思います。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。長野インターネット放送局と申しますけど、今長野県は、70戸倉神山温泉に来ておりますけども、はい、72今ちょっとイベントが行われておりまして、はい、リストバンドで温泉再建のためのはい、当たる番号です。お願いします。はい、続きまして、戸倉神山温泉旅館組合連合会の会長の小平と申します。小平さん、今年で戸倉温泉が130周年、はいはい、神山田温泉が120周年という開湯記念日のイベントを今日行っております。なるほど、神山田温泉98、はい、これは一緒なんですよね。呼び名名は一緒にやってますけど、はい、昔はサラシナ軍とハニシナ軍で分かれてましたので、はいはい、で戸倉温泉の方が先に開湯 しまして、はいはい、10年後に神山田の方で回答して10年間ちょっとずれたような感じになってますけど、
現在ではあの戸倉亀山温泉っていう一緒にやってますので、はい、そして今準備ですか130年いきます。あ、そうですね、はい、温泉旅館シュガー県どんな形でこうまずは青いバンドの始まりがあったんですか。神様のお告げになって赤い 100個の赤い小石を見つければ、はいはい、あの、はい、成就できる、恋が成就できるっていう伝説がありまして、なるほど、それでこれ行き分かりになったあの彼を思いながら毎日あのこっちに残った娘さんが千曲川に行って100個の赤い小石を見つけながらやって、100個目にちょうど石を拾った時に湯気が出てきたって、うん、そこを掘ってみたら温泉が湧いたっていう伝説が一応戸倉亀山田温泉の、はい、じゃあ小石の湯という伝説になっております。緑色の湯、はい、に、まあ、この130年にわたってこう今後どんなふうに亀山田温泉、戸倉亀山田温泉見ていくんでしょうか。まあ、今回のイベントの目玉として、はい、あの温泉街の思い出の町という通りに提灯を130個設置しましたので、やっぱあの旅館だけじゃなく飲食店やスナックなんかもあの一緒になって町自体が雰囲気いいような感じに栄えていってもらいたいので、そのように今回はそっちの方があのメインでやったんで、温泉を散策していただきながら温泉も入ってもらって、まあ亀山田にご滞在中は楽しんでいただきたいと思います。お湯の特徴はどんな感じですか。私も個人的に全国旅行行ってますけど、やっぱあの徳永神山の温泉のお湯は全国でもトップクラスの方の泉質じゃないかっていうような、非常に入りやすいで、お肌がスベスベになって美人の湯とも呼ばれてますので、本当に入っていただければあの分かる温泉だと思います。はい、これは緑色のリストバンドでイベントをやっていくんでしょうか。あ、やっぱなるべくあのコロナでやっぱちょっとお客さんの方もだいぶ減った打撃がありますので、こういうイベントを細かくやりながらあの徳倉亀山温泉の知名度を上げたり、街の中もちょっと歩きやすくしたり、明るくして歩きやすくしたり、あの温泉地に来ていただいたお客さんに喜んでもらうっていうのが一番のあれです。まあ、あの各旅館頑張ってますので、まあ、おのおの各旅館は各旅館で頑張ってもらって、やっぱこういう旅館組合連合会は街づくりも合わせて相乗効果上げていくような方法を取りながらあのやっていきたいなと思います。なるほど、ぜひ希望に向かって頑張っていただきたいと思います。 ありがとうございます。85、ありがとうございます。宿泊券と住まいございます。1枚どうぞ。はい、ここあたりかな。60番